君のために君のためにだけ生きられるよ。話さないマイク誰も叶わない、それは変わらない、それがわからないならきっと住んでないんじゃない。日本この国でこの話題となりゃ俺のこと避けて通れないだろう。 Yeah かずっと乗り込んだままなんじゃないの。ローレライなは人を引きつけてるカリスマが近くアジア遠くブラジルから、つまり地球の反対側、上は90下は3歳から、いや0歳から見りゃわかる本物とは何かが。神様だなんて呼ばれてる皆のものだけど、今夜は今ここで君のために君のためにだけ生きられるよ。今夜は君のために君のためにだけ生きられるよ。よく言われます、かっこいい2度見プラスワンで3度見なんてことまであるヘラねだ、俺のコスプレやモノマネが、一目見る見た目ざるえない、皆が気に食わないカスを狭い、サウンドが武器暴力はなし、大勢にクリーンヒップホップサファリ、そこは情報過多な競争社会、俺がいなくなれ頂上がないも当然、みんなダメなるそうなんだけどさ、今だけは一旦面倒くさい戦場、離れて君の独占状態、手繋ぐ君はまるでヘップバーン、王者の休日は君のために、君のためにだけ生きられるよ。今夜は君のために君のために